俺たちは誰だ？王者セイド！誰より汗を流したのはセイド！誰より涙を流したのはセイド！戦う準備はできているか？我が校の誇りを胸に狙うはただ一つ、全国制覇のみ。行くぞ！ざわめく朝は外窓を開けて、まっすぐ伸びた空をじっと見つめ、風に乗ってさは飛び立とう。ドアの閉まる音、カレンダーの印、部屋から聞こえる君の泣き声、逃げることの方が怖いと君は夢を追い続けてきた。努力が報われず不安になって、珍しく僕に当たったりして、ここで諦めたら今までの自分がかわいそうだと君は泣いた。夢を君へ思い出して、続いたなら「いつだって物語の主人公は笑われる方だ」「人を笑う方じゃない」と僕は思う。転んで誰よりも泣いて、誰よりも君は立ち上がってきた。僕は知ってるよ、誰よりも君が一番輝いてる瞬間を。
続くんだ。今まで6年間お世話になりました。いつも厳しく分かりやすく指導してくださったので自信にもなったし、試合で結果が出るようになりました。今まで本当にありがとうございました。これからも頑張ります。この気持ちは何て言うんだろう。今まで3年間お世話になりました。監督、コーチの分かりやすい指導のおかげで試合でヒットやホームランが打てるようになりました。この3年間、今治サウスでたくさんの思い出ができました。今までありがとうございました。空には雨が。今まで2年間お世話になりました。いつも分かりやすく練習を教えてくださりありがとうございました。
これまで本当に練習を厳しく教えてくださりありがとうございました。これからも頑張ります。空には雨が降ってたんだ、忘れないよこんな雨の日、空を見上げてきたこと。6年間当番や配車をしてくれてありがとう。暑い日も寒い日も練習に付き合ってくれてありがとう。これからも努力してお父さんお母さんを甲子園に連れて行きます。忙しい中配車やお世話当番をありがとう。また練習や試合に付き合ってくれてありがとう。これからも野球を続けるので応援してください。2年間当番や配車を寒い日も暑い日もしてくれてありがとう。忙しい時も練習に来てくれてありがとう。これからも野球を頑張るので応援よろしくお願いします。庭に花が咲いてたんだ。きっともう大丈夫。そうだ、次の雨の日のために傘を探しに行こう。